皆さんどうもこんにちは、中山コーティングの YouTube チャンネルをご覧くださりどうもありがとうございます。今回はですね、阿南市にあるレストランアランチャ様でプリスコートというですね、まあ、窓の断熱遮熱材の施工を行ってきました。で、そのプリスコートなんですけれども、一体どういったものなのかっていうことなんですけれども、夏場とかすごく暑い時にですね、熱って皆さんまあご存知だと思うんですけど、と感じるあの暑さとかの熱ですね、その熱っていうものはですね、お家とかあと店舗とかで見た時にその熱の7割は窓の部分とかから移動すると言われております。まあ屋根とか壁とかいろんな部分から逃げていくんですけれども、まあ7割は窓から逃げていきます。ではですね、そんな7割窓から逃げていく熱なんですけれども、エアコンなんかをつけたりしても7割逃げてしまっているので、本当に効果がもう薄れてしまっているという風な状態です。ではこれを防ぐにはどうすればいいのかっていうことで開発されましたプリスコートという窓に塗る遮熱断熱材があります。なので今回はそれを施工してまいりました。で、このプリスコートなんですけれども、じゃあよく遮熱とかの話をするときに聞かれるのが、じゃあ冬場は寒いだけで意味ないんじゃないか、夏は涼しくなるかもしれないけれど冬場は寒くなるんじゃないかなんてことをよく言われるんですけれども、そんなこともなくてですね、冬は暖房の温度を外に逃がさないという、そういった冬にもメリットがある効果が得られます。で、さらにですね、このクリスコートなんですけれども、本当に塗るだけで簡単なので、もうどなたにでもおすすめできます。一般的な住宅、店舗、どちらでも今回はお休みの日にさせていただいたんですけれども、お店が開いてても閉めていてもどちらでも施工が可能ですので、気軽に相談していただけたらと思うんですけれども、まあ実際の施工様子をこの後見ていただこうと思いますので、皆さんどうぞご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今からですね、この阿南市のレストランアランチャさんの方ですね、施工を開始させていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、では今から、外から紫外線の数値の測定を行いたいと思います。でもこれを外に向けることで紫外線の数値を測定することができます。まず、何にもない場所で当てると65ぐらいですね、65ぐらいの紫外線数値になってるんですけど、それはこれライトを照らしている場所に当てるとかなり強い、800とか700とかですね。まあこのライトはかなり強いんですけど、実際塗り終わった後にどれぐらいになっているのかっていうところですね、はい、また見ていただければと思います。機能剤です。じゃあ、数値を計測します。数値の方が、1だったということで、施工前の数値と比べ合わせるとですね、かなり下がったことが、お分かりになるんではないでしょうか。はい、素晴らしい。で、ちょっと外の方でもどれぐらいのじゃあ紫外線が来てるかっていうのを測りたいと思いますんで、いきます。今度ですね、外に出てきましたんで、外は大体どれぐらいなのかっていうのを見ていただけたらなと思います。ここの、まあ、下の中心のところが、計測なんですけど、大体日陰とかでもこんな101とか90とか、ちょっと紫外線がこう反射してくるところだと190や、真上にしてしまうと計測不可になってしまうので、ちょっと徐々に上げていきますね。わかりますかね、もうこの時点で照り返しだけでも350とか400、500度もう上がってきちゃいます。これだけですね、紫外線っていうものは日常茶飯事で反射だったりとか直接だったりとかで
結構な数値で皆さんのお家や体にじん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 と浴びてますよということですね。それをいかにカットできるかっていうのが今回の数値でお分かりいただけたんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。この度は施工の方させていただきありがとうございました。前回1回新築から1年目ですかね、はい、あ、そうですね。でそこから今回数年経ってから、他の、インラッシュコートだったり窓ガラスのクリスコート、で他の壁面のまたガイナの方の施工のご依頼いただいたんですけど、何かこう理由とかってありましたか。やっぱり、体感できているその温度の変化っていうのが分かったんで、日差しの強い西日を最終的にはやっぱどうにかしたいなって思ってたんで、今回のこのタイミングでやろうかなと思います。ありがとうございます。実際施工されて実体感っていうのはいかがですかね。やっぱりこのエアコンの機器も違うし、この窓も斜面に塗らせてもらいましたけど、入ってくる熱量が違いますから、結構皆さん施工される方は、本当エアコン回したら1度2度下げても全然涼しくなったよとかあるんですけど、その点いかがですか。この感じですね。やっぱり18度とかまでエアコン下げてますけど、やっぱり今は24、5度とか、この風量をマックスにしないでいけるとか、全然やっぱりやる前とは違いますね。10年後とか、15年後とか、中山コーティングの方にご依頼のことはいただけますでしょうか。そうですね、全然やるとかはまだまだまた、とかこの依頼とか、やりたいですけどね、でまたお声をかけていただけますので、その時はよろしくお願いいたします。すいません、本日はありがとうございます、こうお店のことですね、ご紹介いただけたらなと思うので、野菜をちょっと多くメインで扱ってて、15種類ぐらいのヘビーリーフをこう混ぜたやつをこうサラダに多く使ってたりとか、生パスタ、メインでやってるというところがありまして、もちもちとしたシェフさんで、自分もご利用いただいておりまして、いろんな定食とか丼系から幅広くいろんなメニューがございますので、よろしければまた来ていただけたらと思います。本日はありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。